どうもこんにちは、特化くんです。普通科です。本日は質問に答えるコーナー。質問ね、たくさん前回いただきましてありがとうございます。また質問ありましたら下の質問コーナーのコメント欄のみで質問受け付けてますんで、ぜひね、ください。ね、今回惜しくも漏れた方、またね、同じ質問でいいんで、前回と同じコピペでいいんでね。さあ行きましょう。まずはですね、質問こちら、ダダン。特化軍さん見たたら膨大に受かりました。ありがとうございます。すげえすごいよ、君すげえ、すごいよ。だってさ、将来の幹部すごいですよ。これ首席で行ってさ、そのまんま行ったら将来の陸将かもしれない。ですよね。そしたらもうその時使ってくださいね、呼んでくださいよ。すごいすごい。あれだ、おそらくこう、特化軍の YouTube をこうラジオ代わりにしながら、こう切ったモチベーションにして。なるほどね。なるほど、ぶっかんば、ぶっかんば、ぶっかんばってこう書いてね。一番低レベルな問題だから、ぶっかんば。知らんくてもいいし。知らんくてもいい。知らんくても。毎年ね、あのね、コメント欄に この時期はね、いらっしゃるんですよね、この時期は。うん。ね、頑張った。すごい。本人が頑張ったんやね。いや、もちろん、もちろん。間違いない。もうね、活躍に期待します。続きまして。よく映画のハイジャックの場面で、元軍人が活躍しますが、お二人がその場面になったら、どう活躍しますか？それはもう一つでしょう。何？その犯人をもっと怒らせないように静かにしてますよ。活躍って。私は従いますよ、あなたに。それ一般客 A じゃん。大丈夫です。なんなら客を仕切り出す。言うこと聞いてろ。まあこれは小野寺セガールとしては、おあのまあその場面になったら、急にこうオールバックにし始めて、俺お手持ちのグリースかなんか塗るんすかね。飛行機乗ってる時に CA さんがくれたこうチョコレートとかね、ちょっといかがですかってこうくれたやつと、このチョコレートの油を使ってこうオールバックにし始めて食べたや。そんでボールペンとかさ、シュッてで、こうちょっとトイレに行きたいんですが、いいですか、キットカットみたいなやつ、キットカットをこうポイって床に投げて、こうコロッコロッと、んなんだってこう犯人がチャッと見た瞬間にこうボールペンチャッチャッ。多分だからあれだな、通路側じゃないと無理だな、行かなきゃいけない。そうですよ、その時点でもううざいってなるから。窓側だったらもう窓側にこう言いますから、実は俺セガールなんですそこら辺。いやちょっとオールバックにしますが、静かにしておいてください。オールバックいらねえのまずそもそもだけど、なんで一回順序踏むんだよ。オールバックいらないのよ。ダメなの。それぐらいできたらいいですよね。ですから私はだからそういったペンとかね、これ従った方がさ、最終的にみんな助かったりもしますからね。そうですね、難しいですよね。多分そのこっちがやったことによって 2,3 人ぐらいが俺も乗っかるぜって言って、どういうことが起きるんですか。どういうことが起こる。客役のまだ犯人のこう補助みたいなやつがいる場合もあるんですよ。いや、そうです。だからその一人のハイジャックを一気に狙うとね、こう乗客のふりしてたね2番目の犯人が出てきたりするんです。そこもね、ちゃんとチェックしないといけない。だから簡単に動いちゃいけない、まだ。まあ、ね、ね、確かにね。まあ墜落するぐらいだったら行こうよ、最後に。まあまあそうだな。そしたら俺最後にあとスーパー袋をあのパラシュートにしてこう落ちるわ。めっちゃ早く落ちるんじゃない、な、肉のハナマサって書いてあるんですね。ハナマサの特大ビニールでかいですから、ね、業務用ですね。でかいでかいです、で時速だから本来200キロで落ちるものが160キロぐらいにはなるんで、ね、あとは5点着地ですよね。180じゃん。20キロどっちでもいい。そうっすね、そうっすね。乗客全員にさ、ハナマサ持ってろっつって、俺は業務用でかかる。ハナマサ持ってんだよ。はい、すいません。はい、続きまして、ソロコさんと同じく枕が高くないと寝れません。あらま。教育の枕薄いと聞きましたが、おすすめの技ありますか？これね、でもね、いた。緑毛布を下に挟む。ああ、緑毛布を高くしてる。うん、畳んで枕。だから大丈夫。緑毛布はね、めちゃくちゃあるから。あれ、ソロコさん、なんでしたっけ？ソロコさんは式台を置いてます。米5キロぐらい。米5キロぐらいのやつを2個ぐらい重ねてたんだっけ？おい、あの、テトリスのエルボーみたいになる。ソロコさんの首、ソロコさんの首どうなってんの。こんなんだ。だから毛布ね、余るんで、そこを足せばいい。はい、続きまして、格闘技に興味がありますが、格闘技の練習隊になるにはどうしたらいいですか？とか都市格闘訓練隊に興味があるってことでしょ。そう、あの人事の人がさ、お前行くかみたいな感じになるからさ、言っていくしかないです。そう、めちゃくちゃ夜都格の訓練、これで行きたいです、これで行きたいですって常に言う。競技をやってた人の方が行きやすいです、空手、柔道やってた、空手とか柔道とか、ね、空手やってました、ボクシングやってました、まあ何でもいいです、いわゆる格闘技と言われるもの、あ、舞台内でその噂で、あ、じゃあお前来てんだなっていう感じでこうポンという感じなんで、これ究極僕の同期、あの上級格闘指導官とか、その指導官系の
はい、同期もいますけど、うんうん、あの別に高校時代文化部出身だし、うん、あ全然いらっしゃいます、いらっしゃいます、もともと格闘技バチバチに興味持ってるから、うん、上級格闘指導官とかになりましたっていう人の方が少ないと思う、多分人事から、うん、お前ちょっと空いてんな、うん、行ってみるかみたいになって、うん、あじゃあ行ってみますって言って結果的にそうなっちゃったっていう人が多いと思う、何やるにしてもやっぱ常に言っとかないとダメです、ね、うん、そう、はい、続きまして特化軍サバイバルブックを買いました、ありがとうございます、お息子がとても分かりやすいと言っていました、うん、2冊目の発売予定はありますか、あこれね1冊目の時点でね、はい、出版社の方がね2冊目出したいってね、うん、おっしゃってくれてたんで、そうじゃないですか、はい、はい、この最近外ロケがさどうしても あんまり取れないんですけど、外ロケをもっと増やしてねこうちゃんとこう情報溜まってったところでねこう2冊目っていうパターンもねあると思うんでね、今はどれぐらいだとか分かるんですか、今が500万部ぐらいですかね、あ500万部売れてるんですか、500万部、500万ってやばいんじゃないの、500万部はぐらいですかね、はい、そのそれってあれでしょ、めちゃめちゃベストセラーの人たちの話でしょ、ベストセラーの5倍ぐらいですかね、うん、いやそのめちゃくちゃ嘘つけえでもえリアルに1万とか言ってるの、いや俺あんま知らないんですよ、あそれは分かんないんだ、はい、分かんないですけど、じゃあ500万です、500万部、ね、いや500万だと印税やばいぞマジで、あの吉本だけど俺先生って呼ばれてるんで、はい、先生です、墓まで行ってます、500万部だったら本当先生ですわ先生って呼ばれてるから脳細胞は先生にはならないでしょ、はい、旅館にこもって書いてますよ、旅館に真逆なのよね、2冊目楽しみにしておいてください、はい、続きまして、うん、89式には単発連射、三転射ありますが、単射以外使いますか、これはあの64もそうですよね、単発連射じゃないですか、射撃ですもんね、射撃はだってやりますからね、単連射やりますから、やってましたよ連射射撃訓練、うん、普通に的に向かって、はいはいはい、こうですよ、うん、こうそ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 う、あれ中隊の競技会の時は、うん、あるよ、やりますよ、うん、まあね、まあ、違う、ごめん俺は射撃のことは一つも語れねえんだと下手すぎてそんなことない、下手すぎなの、そうやってこう、あの特殊部隊系に人の心を開かせようとしてるけど、カメラ止まった後の、いやーバカを演じるのもねみたいな感じですからね、気をつけてください、そんなあのジャンポケのネタみたいなことできないよ俺もサバイバルナイフでこう産毛とか剃り始めますから、ね、やばい、痛いやつだ、痛いやつだそうなると、はい、続きましてこちら、うん、好きな人が4月から東千歳駐屯地かっこ普通科に転勤です、おおおお、早く私に告白しなさいと伝えてくださいどういうことですか、付き合ってないんです、あ、好きな人、付き合ってない、付き合ってない、ハイアーキッサーさん通達してください、いやいや、可愛い東千歳の普通科に通達してください、だって俺奈良市団じゃないし、いいから行けっからもうね、管轄してくださいもん、早川北さんに告白しなさい、普通科さん、町の普通科に行く人早く早川北に告白しなさい、早川キッサーさんね、早北誰や、早北って楽しそうで羨ましいです、羨ましいですね、はい、続きまして、入隊が決まった息子を持つ母です、相撲部で息子は寮生活をしてきましたが、小柄であまり、まあ、結果は残せませんでしたが、うんうんうん、自衛隊が好きで自衛隊に入隊します、自衛隊生活に耐えれそうでしょうか、いや多分余裕だと思う、うん、余裕だと思うんですけど、しかも寮生活で相撲部を経験して、もう何も文句ないでしょ、文句ない、回しが作業服になるぐらいでしょ、回しが戦闘服になるぐらいでしょ、うん、ちょっとあれだな、ね、団体巻いた同期見たらちょっと回し、うんね、回しみたいに掴みたくなる、ね、衝動だな、ちょっと投げたくなる衝動それだけ気をつければ大丈夫です、はい、続きまして、自供の息子からお金振り込むから車買っといてと言われました、自供自動車教習、PX でパン買うみたいな感じなんですか、来週買いに行きます、自衛隊はねパン買う気持ちですよ、パン買う気持ちで、もう車ね1台1人1台欲しいですから、車を自衛隊で買うってなったらかなり大事ですから、いろいろ書いたりとか班長に報告とか、あれ部隊によっては貯金額とか、あもちろん提示だよね、もちろん買う前に貯金通帳の残高みたいなのをちゃんとね、うん、見せてで、うん、ちょっとこう買えるぐらいの財力はあんのかっていうところがまずねチェック入ったり、もちろん、ちなみに班ノートで A 会社はみんな班長の指揮のも全部書いてましたからね、毎月給料入った後、定積み毎月これぐらいしてます、やってるんですけど、ああ月じゃなかったけど、ああそうでも書いてたね、振り込めるお金があるってことはもう車のためにためちゃんと貯めてる、まあ、そうでしょ息子さんがね、そうでしょ、まあでもできるだけ別に買っていいなら早く買っちゃってね、うん、いいと思います、その後まあ舞台に申請してやるのかな、うん、何買うんでしょう、三等半買うんでしょうか、いえ、何買うんでしょうかね、めちゃめちゃ金持ってるんだよ三等半買うはい、続きます、FTC のバトラーの大砲は、うん、直接レーザーが当たってないのにどうやって死亡判定してますか、
FTC は、うん、レーザーとかで戦う、うんうん、撃ったりこう当たったって判定されるっていう実戦に近いトレーニング、うん、はいはいはい、はい、大砲は直接レーザーじゃなくてこうね空に撃ったとみなしてこう、うん、ね大砲用のバトラーがあるんじゃないですかね、多分そういうことだと思います。それぞれの隊員の座標っていうか、うん、多分そういうことだと思いますよ。どこにいるかっていうのも全部あの、うん、モニターで出てるから、うんうん、こう大砲はこう撃ったら放物線がいてどこに落ちる、うん、そうでしょうね、はい、何メートルの範囲破壊しました、うんうん、の中にその人がいればもう反応する、そうです、やってると思います。だと思います。はい、続きまして、うん、入隊を希望していますがフィギュアかっこモンハンとかが好きです、うん、持って行ってもいいでしょうか。大きさによるんじゃないでしょうかね。そう、等身大ぐらいの、モンスターハンターだから、うん、モンスターの等身大のフィギュアなんか持ってったら、うん、大砲の舞台とかが出てくる案件ですよ、うん、だって怪獣ですもん。撃っちゃう、もう怪獣ですもん。納品しちゃったらもう壊されちゃうね、うん。新隊がリオレース持ってきましたって言っても、うん、こんな恐竜みたいなやつ駐屯地にこう運ばれちゃうね。キャビネットの中に収まるこのぐらいだったらいけますよ。キャビネット開けた瞬間によデコレーションしててさ、ね、そんな我慢もあまあ、ね、モンハンの世界になってるわけ。それで元気出るならいいけどね。そこで癒されて班長とか来たらこう閉めるっていう、うん、はい、続きまして連続包丁の掛け声で面白かったのはどんなのですか。それ1それ2とね、こう掛け声して、うん、みんなが足を合わせる、はい、これ連続包丁です。だいたい定型文決まってるんですよね。そうね、ポジティブなことを言うっていう、今日は天気が、ね、天気が、うん、天気が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 、うん、とかちょっとね、トーン変えて、いいねいいねいいね、だから、うん、もっと走りたい走りたい、そう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 、走りたくないんだけどね、そうそうそう、それをもっとねポジティブにこう言っていくっていう、走りたくなるね、走りたいって言わなきゃいけないからね、ザーザー雨なんだけど天気がいいねとかっていう、そうそうそう、ね、冗談を言うんだよね。そうです、俺らなんだ、俺らの時はあの食堂に行くとかお風呂場にちょっと駆け足で行くとか、もうちょっとボケたかったんだろうね、うんうん、だから連続包丁ちょー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 はじめ1、うん、それ2、うん、それ3とかっていうのが大体普通なんですけど、うんうん、連続包丁超超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 超ずっと超で、もうずっと超でいけるかっていう限界に挑んだっていうやつはいたけど、あとで消えなかった。だから周り見ながらな、聞こえねえようになバレてるな。超超超超、まあでも家業外ですよね、飯とかお風呂に向かってるから、なんちゅうたーい、ファイトしたらファイト、あ、ファイト、あ、それもあるね、ファイトで言うじゃないですか、うん、言葉の発音のニュアンスが変わってくるから、うんうんうん、そういうのでもうふざけてるのかマジなのかっていう人は出てくるよね。イントネーションで、ファイト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 みたいな人とか出てくる、いる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 、そういうのあるよね。ファイト多いな、そうそうそう、あれファイトしかないじゃん、ほとんど。ファイト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 、もうはてな系の、そうそう、ファイトファイト出して元気、ファイト出して元気、元気出してファイト、そうそうそう、元気出してファイト、どんだけどんだけ中島みゆきさん好きなのっていうファイト言うじゃん。して変な人いるよ、まあ、頭くるくるしかない、うん、元気出してファイトで、ファイト出して、もうイコールが頭にいっぱい、うん、そう、元気出してファイトで、ファイト出して元気、やっぱそ長州と橋本コラコラ問答ぐらい言葉出てこない。そう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 、はい、続きまして、203ミリ榴弾で TOT だとすごい威力なりそうですが、そんな訓練しますか。これは TOT って言ったらタイムオンターゲットで、何両かなんかで同時に撃って同時弾着で威力を上げようっていうさ、そんな訓練しますか。すごいマニアックなんですが、うん、これね普通にやると思うんですよね、 TOT を、はい、 TOT、 へー、ただ別にわざわざあの富士山の形作るとか、うん、あのやんないっすよ。こっちはさ、いつも通り 3-2-1 で打つだけなんで、うん、弾着地ではまあ同時弾着ね、はい、続きましてこちら、森尾さんのぽっちゃり女子が彼女になるにはどうすればいいですか。年収3000万以上でしょ。おい、え、丸の内女子が言いそうなやつやめろ。港区女子、港区女子テレビが言ってるやつね。俺わかんないけど、バレートークが盛り上がればね、バレーボールね持ってればね、森尾さんすげえこう見てきますから。あ、それで大体見るでしょ、ね、で、森尾さんの前でこうバレーボールをこうスーッとこう近づけてこう話していくと、うん、森尾さんがこうスーッとこう近寄ってきますから、うん、そのままちょっとずつ歩みを早めると、森尾さんをどん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 こうタタタタタタ走りますから、そのまま、なんか捕獲するなり何ですよ。なんで私捕獲されてるんですか。はい、続きまして、実銃を撃ちたくなる時ありますか。実銃を撃ちたくない時代入ったわけじゃないから、輸送かだもんな、希望ね。じゃあまあ別に撃っていいなら撃つけどね、うん、まあ僕ぐらいのあのスポイになると、まあ1日にして一般隊員の 1年分は撃ちますけどね。おお、やばいよ、スポイ、ね、スポイぐらいになると ね、それでは最後の質問、あら、もう最後こちら、最後なんだってさ、
陸海空どこ行こうか迷っております。お二人はなぜ陸自を選びましたか。陸行けば輸送艦行けるって思って陸行ったっていう。輸送艦に行けると思ってたからね。ね。そうそうそう。そういう、まずそもそも職種を知らんし。そうね。うん、僕も高校の時の先輩とか、その同級生とか、うん、みんな陸なんですよね。たまたま。そうね。たまたまですね。その先輩とか、周りが陸自を選ぶ人が、まあ、比率的にどうしても多かったから、まあ、それで先輩とか話聞いたりさ。うん、ね。そういうのあると、うんうん、ああ、なんか選択肢としてまず陸だなっていう、うん。だってイメージさ、自衛隊のイメージってやっぱ、ね、あそうっす陸でしょ、うん、そう、確かに。そうなると逆にあえて海を選ぶのと、あえて空を選ぶって、うん、なんかあえての理由がないと、うん、特に理由がなければ陸なっていうのが多いと思うんですね。ああ、そうでしょ。僕の地元の、うん、特に。いや、みんなそうじゃない、うん、みんな。あと陸の方が駐屯地多いからね。そうそうそう。細かくいっぱいあるんですよ、うん、陸の方が。だからそっちの方が、そう。会場入りますっつって。すげえ遠くなるよね。すげえ遠くなっちゃったら、うん、まあ、それはそれで、最初、あの時はその勇気がなかったですね。北海道で、うんうん。そうだ、そこもあるわ、理由は。うん、陸自駐屯地多いから、結構家から近くから選べるんですけど、海と空だと、ちょっとこう、点在してる状態だから、うそうだから実家から結構ね、遠くでスタート、教育隊始まるとかね。場合によってはそうなっちゃいますね。ね。うん。で、だから、普通に行くかな、うん。っていう感じのスタート。ですね。まあ、あとは、ちょっと生まれた時からそのスポイとしての英才教育を受けてきたっていうのもありますけどね。うん、それゆえ庭でね、裏庭で、うん、オールバックの練習から入ってね、まずはね。オールバックの練習から、うん、はい。まあオールバックにしてるね、映画とか見せたらね、スパイでしょね。ということでね、うん、また質問お待ちしております。おありがとうございます。Twitter、インスタやっております。特化群で検索フォローお願いします。チャンネル登録あります。お願いします。2021年もやってるんですよ。防災もあります。お願いします。やってるんですが、目指せ500万部。本日はこれまで。うーん、セガール、セガール、うん、セガール、いいよ、淀川さんも。